Google の根幹を支えるアルゴリズム、はい、最初の論文を読む企画、はい、第2回ですね、はい、アナトミーオブ、ハイパーテクスチャル、なんかラージスケールハイパーテクスチャルなんとかウェブサーチシステムみたいなやつ、はいはいはいね、みたいなやつですね、うんうん、読みましょう読みましょう覚えらんないの英語の論文タイトルだけやつは今から解説するやつのね論文のタイトルぐらい覚えてほしいですところですけれども、はい、ちょっとね後でこれエクスキューズしようと思ってたんですけど、僕この論文を結構いい感じに分かるところだけ読んでいますんでこの数式とか、まあ、多分こういう意味だな、よしよし大体分かったやってるからさ、タイトルも曖昧なんで大丈夫かな大丈夫、じゃあ大筋は外してないと思います、はいはい、前回までの復習は、うん、Google を支える根幹のアルゴリズムというか、はい、根幹のアイディアはページランクですよと、はい、つまりページがどんぐらいいいかっていうのをランク付けしてるんですよね、うん、でそのランク付けの根拠にするものって何なんでしたっけ、ページがどれだけリンクを貼られているか、ね、どれだけ引用されているかということですね。論文の非引用数に似たアイディアで、うん、リンクされてる数で評価したらいいんじゃないかというのがメインのアイディアでした、はい、そこまではね良かったんですけれども、ところがそう問題が生じるんでしたよね、うん、何だったんでしたっけ、その循環参照になってしまうっていう問題がありましたよね、うん、リンクがぐるぐるそこで回ってしまうと、ひたすらそいつらのランクが上がっていってしまうっていう。そうなんですよ、お互いに褒め合ったりした結果、こいつのランクが上がって、こいつのランクが上がって、こいつのランクが上がってを繰り返しちゃうから、あんまりうまくいかないよね。そうですね、なんか前回はいいアイディアじゃん、だけどそこをちょっとどうにか解決しなきゃいけないけど、解決法なんかあるかって言って疑問を残して終わったんですよね。今回はそれを一撃で解決するアイディア、うんうん、ランダムサーファーの話をします、はい、あそうだそうだ言ってた言ってたはいはいちょっとね、我々視点で数時間経ったから水野さん完全に忘れてましたけど、はいはいはい、ランダムサーファーって何かっていうとさ、うん、まあこういう人を考えましょうと、うん、例えば仮想上の存在ですね、はい、マックスウェルの悪魔みたいな感じですよね、うんうん、まあだいぶ例がすごいけど、はい、マックスウェルの、ね、仮想上の存在をね、はい、ランダムサーファーを想定しますと、はい、この人はウェブをめちゃくちゃいっぱい見てる人ですと、うん、で次々にランダムにリンクをたどり続けます、うん、という人ですね、うん、まあウィキペディアずっと読んでる僕みたいな、はいはいはい、感じをイメージしてもらえると良さそう、はい、ザーって読んでいって大量にあるリンクの中から1個これ面白そうって言って飛んでいく、はい、みたいな感じですね、うんうん、でそれを延々繰り返しているところが、うん、このサーファー 15% の確率で飽きて途中でやめます、うん、遷移するの、はい、っていう存在を仮定します。うん、はいはい、まあそんな人本当はいないんですけど、なるほど、だから、解決法としては具体的な人を想定して、そういうことです、実際にそいつが思考するっていう、そうです、なんかベイズ推計と似てますね。ああ、えベイズ知ってんの水野さん、え僕ベイズ分かんないですよ、もちろん面白そうなとこしか書いてないから分かんないですよ、もちろんああびっくりした、はい、ベイズとかやってたのかな、でもこの人大学数学やってないはずだよな、うん、みたいな条件付き確率やってないよなと思って分かるわけないじゃないですかベイズを僕が勘弁してくださいよそんな、じゃあなんで今言ったのベイズっぽいですよね。ベイズって確か、うん、まあね、その統計の、スキルという統計の話なので、うん、要はそのある事象が統計的に優位かどうか、うん、っていうのを判別するための手法ですよね。違います。え、いや違いますよ。あれなんで俺より詳しいのあれ、いやベイズ推定はあれですね、うん、確率ってさ、我々高校の確率だとさ、うん、赤い玉が3個と青い玉が8個入ってます、はい、ここからランダムに1個取り出します、うんうん、でこの時こうなる確率はいくつでしょう、うん、っていうのが我々が習った確率じゃん、はい、でも現実世界だとこうなってるケースって少なくて、うん、どっちかっていうと赤い玉が出たとか青い玉が出たっていう出力しかわからない、うん、まあ、実験結果みたいなもんですよね、うん、で実験結果しかわからないので、この結果から元を探ろうと、うん、元がどうなってるかを大体推定しようっていうのがベイズです、ね、はいはいはい、え、だからそれ統計に応用できるんじゃなかったベイズってさ。いや知らない。まあそうか、だから、ある出来事がランダムに起きたのか、うん、それとも何かしらの、傾向の偏りがあるかっていうのはベイズで多分わかるはずなのよ。うんうんうん、まあクリティカルにそうなのかはかなり怪しい。でもなんか統計に使ってるって学者の本に書いてあったよベイズが、多分ですけど、だからその発生元の、うん、これが、まあ、これぐらいだと推定されるよね。何かしらなんか実験データが出たときに、うん、それがランダムな散らばりかどうかって、なんかその、まあ、使えるんでしょうね。その処理としては、実際に何回も試行するらしいんですよね。でそれでどれぐらいのその確率の偏りが出たかっていうのと付き合わせて、うん、でもそれやっぱりベイズのっていうよりは検定
なんか P 検定とかさ、あ、そうそうそう、検定か、ウィルコクソンの検定とかさ、はい、なんかそういうのいろいろあると思うんですけど、うん、まあ、そっちに近い気がするけどな。あれ、じゃあ俺違う名前のものを間違えてベイズだと思っているのか。あんまりベイズっぽい話ではないけどなっていう気がしてしまいますけど、いっぱいなんかそう、でも実際具体的にあの僕が何が言いたかったかというと、はいはい、なんかそれもその具体的な思考をして、うん、何回もやって、うん、これぐらいの確率で散らばるなっていうところから、うん、検定をするって聞いた時に、うん、そんな泥臭い感じでやるんだって思って、はいはいはい、でそれはそのさっきの、ランダムサーファーも似てるなと思ったんですけど、うん、もう最悪ですね。そう、だからつまり水野さんが今やろうとしたことは何かというと、あ、それってつまりこんな泥臭い方法でやるんですねって素朴な感想を言えばいいのに、はい、かしこぶりたくてなんかいいワード出したいなっつって、あ、ベイズに似てますよねみたいなことを皆さん見ないでください今。芯を食ってなかったっていう、主張やめてください。最悪のケース、最悪のケースの予感がしますね。そうですね、あの本当にですね、ベースに詳しい方とちょっとあのお手柔らかにね、あの怒ってください、はい、よろしくお願いします、すみません、一回もベーススイートしたことないです。、はい、そうなんですよ、はい、それはね、ただ僕もこれ大学2年生の時に習った程度の知識で喋ってるんで、はいはい、なんか僕言ってることも曖昧なんで、はいはい、なんかめっちゃ賢い人がちゃんとコメント欄で補足してくれたら嬉しいです。でもね、ベイズって異端の統計学者で、それあれだろ、異端の統計学ベイズってあの黄色の表紙の本を見たことがあるからそれで喋ってるだろ。でも僕あの裏表紙のあらすじ読んだんでもうちょっとわかりますよ。あの彼が結構そのそういうののジャンルの人じゃなかったことだとか、かなりの間黙殺されたみたいなことが、あ、そうなんだ、裏のあらすじに書いてあるので、そこだけ読んで俺は異端の統計学ベイズを読んだ気になってます。へえ、ちなみに僕は表紙だけ見て Kindle 版買って積んでます。オッケー、じゃあ俺の形知識量を分けてるわ。くそー、でも俺大学2年生の時やったから、なんか応用確率論っていう講義でベイズ推定みたいなやったから、なるほど、俺の方が知識ゴブゴブですね。じゃあ違うと思うんだけどな、裏表紙の知識より俺半期分の講義受けたから絶対俺の方が上だと思うんだけどな。っていう、はい、ランダムサーファーという、まあ、架空の存在を想定します、うん、で察しがいい水野さんは完全に先言っちゃってたんですが、はい、それを想定して何になるのかというと、この人にめちゃくちゃ大量の思考をさせるんですね、うんうん、で何回もこの人を召喚して、85% の確率で次々たどります、 15% の確率で飽きてやめます、うん、でまた別のとこに召喚しますっていうのをめちゃくちゃ繰り返すんですね、うん、はいはい、だから何億回みたいな、うん、回数繰り返すと何が起こるかっていうと、うん、めちゃくちゃよく訪問したページと、うん、あんまり訪問しなかったページに分かれますよね。あ、はいはいはい、例えばめちゃくちゃ訪問したページって何かっていうと、いろんなサイトにリンクが貼られたページ。そうですね、いろんなサイトからリンクが貼られている、うん、あるいは、はい、めちゃくちゃ人気のあるサイト、うん、つまりいろんなとこからリンクが貼られてるサイト、うん、から一個だけリンクが貼られてる先、あー、うんうんうん、はい、でめちゃくちゃサーファーを訪れそうじゃないですか。はいはい、そうですね、例えばヤフーみたいなさ、はい、なんかトップページにめちゃくちゃ人集まりますみたいなところから一個だけここみんな見てくれってリンク貼られてたら、ヤフーニュースとかね、例えばそうだね、はいはい、サーファーはもうそこ行くしかないわけじゃん、うんうんうん、ランダムな先に遷移するんだけど、はい、1個しかなければ確実にそこに行くから、うん、そいつ自身はリンク1しか受けてないんだけど、うん、非リンク1なんだけどめちゃくちゃ、おっと、なるほど、カウントされますよね。強いリンクだ、じゃあそういうこと、はい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 、意味のあるリンクだ。そう、これ何が意味あるかっていうと、ちゃんとリンク数、非リンク数とリンクの強さを加味したデータがここで得られるわけですね、うん、なんでそれ思いつかなかったんだろう。それでええやん、マジでだよな、だよな。こういうのをコロンブスの卵って言うんでしょうね。そうなんですよ、すごそうやん、巧妙なトリックですよね。すごいやん、これで、あの前回言いましたけど、巧妙なトリックで心よい驚きを感じるのがアルゴリズムの良さですよ、うんうんうん、ちょっと待って、ちょっと待って、でもさ、 A っていうサイトと B っていうサイトがあって、うん、このサイトがそれぞれお互いのリンクを貼っているとしたら、うん、その循環でひたすら繰り返されるから、繰り返されないですよ、15% の確率で飽きてやめますよ、ね、あ、まあ、まあそうなんだけど、でも 85% の確率で A から B に行って 85% の確率で B から A に行くわけだよね、うん、そうそうそう、そのランダムサーファーすごいそのサイトを訪問することになるから、はいはいはい、古事記的旅行記がめちゃめちゃ評価されるような感じで、ね、やめろって、僕の黒歴史サーファーになるのやめてくれよマジで。はい、あ、ごめんなさい、はい、マジで、あの古事記的旅行記の話一旦置いといて、はい、その疑問に回答すると、はい、A と B のサイトがあってお互いにリンク貼り合ってます、うん、でランダムサーファー一回確かに B のサイト行くと、うん、ランダムに生まれ落ちると、うん、しばらくは多分 A と B 行き来するよね、はい、でもさ、これ離れ小島なわけじゃん、うん、A と B のサイトって他のサイトからリンクされてない、うん、そっか、としましょう、まあ一旦の順番は、うんうん、はいはいはい、でそうすると、
生まれ落ちた時は何回か2つのサイトに訪問するんだけど、うん、15% の確率で飽きるから何回かやるといなくなるよね。そうだね。で、うん、そうするとまたランダムサーファーは別のところに生まれ落ちるわけです。はいはいはい。で広大なワールドワイドウェブをこう動き回るわけだけど、偶然この A のサイトか B のサイトにランダムサーファーが落ちた時だけ何回かクリックされるけど、全体としては回数全然増えないですよ。これ交通と似てるな。どういうこと？さあ今の話って多分だから本当に日本列島があって、うん、アナレコ島があって、うん、その A 島と B 島の間だけ便が出ているところにたまたま生まれた人はそこをさ死ぬまでは行き来するけど、そうだね、もっと多分それよりも東京都みたいな、東京駅みたいなところの方がいろんな人がこう往来するわけじゃん、うん、交通と似てるのはすごい。いい例えだそれ。だから、だからそれをそのたまたまの離島の A 島 B 島っていうのが確かにぐるぐる回るけど人口はそこ多くないわけだから、うんうんうん、そこにはまあ言ったらすごい人が集まる場所ではないっていうのはさっきの思考でわかるんだけれども、ね、東京駅みたいなところっていうのは、そういう循環リンクにはなってないけれどもいろんな人が集まる場所なわけだから、うんうん、交通やん、ネットワークだから、だ、ね、まあそうだけど、そうだね、うん、あいいアナロジーかもしれないですね、はいはいはい、そうだから、まあ、このランダムサーファーモデルにより寄せて言うならその A 島と B 島離島のとこは何回も行き来するせいで延べ人数増えちゃうんだけど、うん、とはいえ全然住んでないから人が、はいはいはい、あんまりカウントされなくて、うん、新宿駅にはみんな1回だけ通過するにしても、うん、めちゃくちゃちゃんとカウントされるよねと。そうだよね。だから例えばさっきの例にもう一回戻すと100個のところからリンクが貼られてるから人が集まるのが新宿駅だとしたら、でも新宿駅からはまず新宿駅からどっかに出ようと思ったら渋谷駅に行ってくださいみたいな交通だとしたら渋谷駅もめちゃめちゃ信頼されたサイトだっていう風に判断されるわけでしょ。めっちゃいいじゃん。それをちゃんとカウントできるのがこのランダムサーファーモデルですね。それでええやん。これでいいんですよ。それでええやん。だからこれ巧妙なトリックもうこんな単純なアイデア、え話さえ聞けばああ分かるってなるじゃん、うん、あの普通さそのなんか難解な論文で何言ってるか全然分かんねえなーみたいになりそうだけど、僕はだってベイズ推計そう思いました、ね、何言ってるか全然分かんないなと思いましたねそうなんよ、うん、普通こういう論文読むと数式の嵐で何も分かんねえなってなるんだけど、あの今回の論文はもう ほぼ数式これ一本しか出てきてないです。出てきてないし、そしてそれは我々が日常的に訪れる駅とか観光地みたいなものとすごくよく似た仕組みですよね。そうですね。人気の観光地はって言った時とかとめちゃくちゃ似てると思うんだよな、これ。そう。理屈として。そうなんですよ。だから普段使ってるのになんですネットの検索の時だけ俺はそのアナロジーができなかったんだろうって悔しさがあります、ね、そうですね、うん、まあとはいえこれだから1998年とかだから、うん、もうとっくに物心ついた時には問題が解決されてるから、はいはい、向き合ってないんですけど我々は、はいはいはい、でもにしてもこれすげえいいアイデアだし、でもこれ巧妙なトリックでねちゃんと全ての問題を解決していて偉いなーっていうのがこの論文から伝わってきますよね。うん、あの交通網ってさ、うん、ものすごく効率的にできてることが生物学的にも言えるかもしれないって話聞いたことあります。あ、聞いたことある。 知ってる？あれでしょ、粘菌とかがよく知ってるね、あの餌のために最短距離行くやつそうそう、でそうすると、北海道を模したような地図で、うん、文字ほこりだったかな、あの粘菌は、うん、を置くと菌糸をこう伸ばすんですけど、それが北海道の、うん、鉄道網のネットワークと一致するみたいな話ありますね。イグノーベル賞を取りましたね、うん、北海道大学の中垣先生だったかな、が、うん、やってたと思うんですけど、うんうん、だからさ、なんかさ生物もさ交通みたいなことをやるわけじゃん、うん、そうだね。そして今その交通とネットワークが似てるわけだから、うん、意外とネットワークはもしかしたらバイオミメティクスなのではみたいな、うん、広大な妄想を今広げてしまいました。あでもそういう話もあって、あるね、渋滞学かな、今かなり怪しい、はいはいはい、西成勝弘先生、そうそうそう、有名な人いますよね、西成先生か。渋滞学の研究して道路もで、うん、渋滞起こらないようにするにはどうしたらいいかみたいな研究結果がネットワークのトラフィック、へー、インターネットのどういうふうに、服装制御って言うんですけど、その、うんうん、データが集まりすぎてパニックになっちゃうみたいな状態を避けるかっていうものに応用できるんじゃないかっていう数学上のおもろトピックもありますね。まあ、西成先生ね、渋滞を避けるために、数理モデルを導入したんですけど、うん、そこで使ってたのがオートマトンですからね。そうですそうです。そうセルオートマトン、セルオートマトンってやつを使って、ライフゲームとかのラングトンのアリとかのやつ、はいはいはい、そうそうそう、簡単な多分指示というか指令で左に移っていくみたいなものを使ったら、うんね、結局あれですね、確か渋滞を緩和するためには車間距離を空けた車を一定数投入すると、うん、渋滞は起きなくなるっていう結論だったんだよね。みたいな感じだったはず。あれだよね、だから車間距離詰めすぎる車があると、うん、その前の車がブレーキをかけた時にブレーキがかかって、そうそうそう、それが連鎖になってめちゃくちゃでかくなるので、そうそうそう、車間距離を適切に開けた車がある程度入るとそれだけで渋滞が緩和されるみたいな結論になってましたね。話が、うん、
角川ソフィア文庫から出てる本からでその話してて面白いと思った覚えがありますけどあ、そう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 、もう話が散らかったなめちゃくちゃ広げるやん交通網の話すいませんすいません話が散らかったんでめちゃくちゃ戻して、はい、だからこのランダムサーファーモデルっていうのを1個提案するだけで全部のものが解決しましたということで、はい、まあだから多分さこの着想のもとはさ、うん、人間っぽい動き、うん、ネットサーフィンする人っぽい動きするものでそのシミュレーションしたらいいんじゃないかなっていうことからだと思うんですよ、はい、だからさ論文の非引用数からあこれリンクで同じことやったらページランクつけられんじゃねっていうアイデアとか、うん、ネットサーフィンする人をいっぱい想定してその人の動きとかを考えたらページランクつけられんじゃね、うん、とかさ身の回りのものを観察してたどり着いてるよね結構。そうだね本当にそう思いますね。ここがね楽しいところなんですよ、うんうん、アルゴリズムってあこんな巧妙なトリックあるのかっていう驚きもあるしあ多分こういうとこから着想を得たんだろうなっていうのとかも楽しいポイントです。だから逆だよね逆にさ、うん、日常で生活してたら意外とアルゴリズムに溢れてるんでしょうね、うん、我々はいろんな問題解決してるわけで それをアルゴリズムだと考えてないからそうそういうことそういうことなのであってコンピューターに同じような感じで計算させたらいいんじゃないかっていうのを着想をちゃんと得てるわけですねこういう人たちは。世界はアルゴリズムに溢れてるってことですよ腹立つなめちゃくちゃ腹立つな今でもそういうことです。そういうことです、ね。そういうことです。あ、はい、いいまとめかもしれません。世界はアルゴリズムに溢れている。一つもアルゴリズム知らないですけど。はい。ダイクストラさんアルゴリズムしか知らないです。結局何のアルゴリズムだったか覚えてます？ダイクストラ。ダイクストラなんていうね、ダイクストラショーテストパスアルゴリズム、ね。あ、すごい。ちゃんと言葉覚えてる。そう。そう言葉覚えました。あ、なんか迷路かなんか出るみたいなやつでしょ。あ、そうそうそう。最短経路を導き出す。Google マップとかになんか最短経路を出すときにダイクストラさんじゃないけどなんかそういう時に使う問題解決法だっていう。そうそうそう、はい、みたいなやつね。あ、さすがですね、水野さん。言葉だけ覚えるのがさすが得意でいつも同じことしてるね。あの僕が知ったかぶりめちゃくちゃしてる話じゃないしょっすよ本当に。もうバレてるから大丈夫だよ。とっくにバレてる。とまあこんな感じで、うん、Google の素晴らしい根幹を支えるアルゴリズムと、はい、それが書かれた論文の話を扱ってきたんですけど、はい、ここで一つお知らせです、はい。今回の動画広告案件となっております。うん、は？広告案件です。Google？Google、Google Japan、Google Japan さよくさあのクイズノックさんとかにさ、はいはい、案件出してるじゃん。Google Japan さん、あそうそう Google がそうあのクイズノックさんとかに検索の仕方とかね、そこまで来たか。なんか検索して答え出すクイズみたいなのクイズノックさんとかやってましたけど、はい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 、Google 案件で。もっとでもダイレクトに Google の凄さ伝えます。そうなんですよ。しかもあれでしょ、Google って YouTube の事業としても持ってますから、すげえやりやすくなってる、ね。そうだからすごく Google 案件だったらいいんですけど違います。え？Google の案件じゃないです。え、ちょっとでも Google の話をめちゃくちゃしたわけじゃん。そう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 。その法人がさ、それで Google の話をこんなにして、うん、OK って言うとして、え、今までの話でなんか他に、あ、ランダムサーファーなんですよ、うん、今回扱ったモデルが。サーファー？つまりサーフィン？サーフシャークさんですね。サーフシャークさんの案件になってるやつ今回。どうだこの鮮やかな伏線回収どうだむちゃくちゃもう完璧な伏線回収ですよね。待て、え、担当者の人はこの内容を伝えてあるじゃん。大丈夫？あのさ、うん、さすがに怒られるかなと思ってさ、あの前もね、前のあれオッケーしてるもんね。前はね、プロモーションでなんて言ったんですか。前はサーフシャークさんっていうのは、うん、大泉洋を産地偽装するサービスを提供していますっていう説明をしましたね。はい、はい、続けてください。今回は Google の話を延々した後にこれサーフシャークさんの案件なんで皆さんサーフシャークさんをよろしくお願いしますって言うっていう案件です。そんなのあり？いやだから俺もまずいかなと思って、うん、一応出したんですよ、うん、台本あの、うん、Google の話をします、うん、今回は、丸60分ぐらいかけて Google の話をしますって言ってですね、うん、まああのちょっと難しいかもしれないですけどよろしくお願いしますって言ったら、うんちょっとですねいつも即レスなんですけど担当者、はいはい、ちょ24時間ぐらいかかっておやっぱちょっとダメなのかなって思いかけた頃に、うん、今回も非常に魅力的なプロモーションですねぜひお願いしますって帰ってきてあよかったんやあダメじゃないんだこれてっきりダメなタイミングだと思ったら上司と揉めたりしてないですかね心配ですよね。してる可能性ちょっとあるな。決裁者といつもより長かったから何言ってんだお前ってなってる可能性もありますよね。でもちょっとそこは分かんなくてあの、うん、最高ですねとしか返ってこなかったんであの快諾してくれたと僕は判断します。はいはいはい。
ということで、あの今回はサーフシャークさんの案件となっております。はい、はい、もうどうぞ、もういくらでも宣伝してください。もう参りましたもう僕サーフシャークさんにも、サーフシャークさんはもう我らがスポンサーでして、はい、もう過去2回ほどゆるコンピューター科学ラジオといえばみたいなところありますかね。ありますね、はい、過去2回ほど宣伝していただきまして、はい、1回目は大泉洋を産地偽装するサービスとして宣伝しあれですね、サメの夏でサメだからシャークって言ったことありました、ね、2回目は面白いウィキペディア記事を紹介するサメの夏っていう企画をやった後で、サメといえばシャークですよね。つまり今回サーフシャークさんの案件になっております。言ってましたね、言ってましたね。っていうことをやった後で今回は、うん、サーフィンといえばランダムサーファーといえばサーフシャークさんですよねっていうつなげ方をしてなるほど、もうないんじゃない、もうコマないよね、もうコマないかもしれないですね、つなげられないんじゃない、そろそろね。まあということで、あのそんな今後さ VPN、そう、うん、これ3文字変えるとみたいなODA ですよね、だから ODA の話を今回しましたみたいな感じで来るでしょ今度。ああやっちゃうかもしんないね、やるなよ、やっちゃうかもしんない、ね、あの DNS とかの話してさ、うん、DNS ん N が入ってますね、うん、VPN と一緒ですね。VPN といえばサーフシャークさんって連想ゲームみたいなどんどん広告案件が連想ゲームとかして可能性ある。確かにね、うん、今回ねアルゴリズムの話なんですけどね、アルゴリズムの6文字を3文字数を丸々変えて文字を全部変えるとサーフシャークつまりサーフシャークの案件なんですとかね、はい、もうそれはずるいな、さすがにずるい。まあっていうだから多分そうですね、あの広告案件1062回目とかになったらそれやってる可能性ありますね。そうですね、どうしようもなさすぎて、はいはい、まあ、ということを OK してくれるサーフシャークさん、すごいな、 VPN の会社が今回もスポンサーについてくれております。 あのさ堀本さんももうさサーフシャークに甘えてないですか完全にあのこの会社ならいけるなって思います。何あのスラムダンクの有名なやつあるじゃん、それでも仙道ならきっとなんとかしてくれるみたいなやつあるじゃないですか、うん、あれですよね、それでもサーフシャークさんならサーフシャークさんならきっとなんとかしてくれるって思いながら投げてます。スリーポイントをねサーフシャークさん入れてくれるから、ね、入れてくれるさすがですね、すごいなっていう、あの太っ腹スポンサーになっておりまして、はい、VPN の会社ですね、うん、バーチャルプライベートネットワーク、はい、まあ途中通信の開始点をどっか別のとこ中継して、うん、そっからインターネットにつなぐっていうことをすることによって安全性が担保できたりしますよというサービスですね、うん、はいはい、で、まあ、よくあるメリット言われるメリットで言うと、まあ安全性セキュリティが増えますよっていうのと、あともう一点ネットフリックスとか、うんうん、地域制限のあるコンテンツとかを回避できますよと、はい、まあ、だからアメリカのサーバーを経由すればアメリカでしか見れないコンテンツが見れますよねみたいなやつですね、うんうん、まあ、だからあれだよね、今回さサーフィンの話もしたしさ、はい、サーフシャークさん95カ国とかあるんですよサーバー、あー、はいはいはい、だから好きな国選べるから、うん、なんか例えばオーストラリアのサーバーとか選べるんですよね、はい、だからまあオーストラリアとか選んでいただいてね、うん、ネットサーフィンしてもらうとゴールドコーストとかでさ、はい、そのオーストラリアのサーフィンの名所でサーフィンしてる気持ちになれるんじゃないかな、うん、旅行気分を味わったりとかもできるかもしれないですね VPN を使うと。正気ですか正気ですかね、だってねランダムサーファーみたいなね、ネットサーフィン、うん、ネットってもうサーフィンに例えられますから、うんうん、ネットサーフィンするときに好きな国のサーバーを経由できるって魅力的ですよね、うんうん、そういう気持ちになれる、あ今俺オーストラリアからサーフィンしてんだなみたいな気分になる、旅行気分を味わうために VPN を使ってもいいかもしれない。サーシャクさん大丈夫ですかこれあの多分違いますよね違うと思います違うと思います、間違いました。違うことを言うなよ間違いました広告なんだよ今この部分はでもねあれないよ、まあ、本当にさ、うん、あるのは僕ちょっと日本からだとちょっと見れないコンテンツとかを見たいときに、うん、どこ選んでもいいわけじゃん言うたら、うん、だからあの僕もこのサーフシャークさんから、うん、広告者用コードみたいな発行してもらって使えるようにしてもらったんで、うん、結構使ってるんですけど、うん、めちゃめちゃねいっぱい選べてギリシャとかも選べるんですよね、うん、はいはい、だからなんかつなぐときに、まあ、どこでもいいんだけど今日どこにしよっかなっていう、はいはいはい、ちょっと旬旬タイミングがあるんで、はいはい、あのその辺もサーフシャークさんはサーバーの国がいっぱいあって楽しいですよ、なるほど、とかもあの3回目の広告関係になると喋ることないんでそういうことを訴求していってます今同じこと言っててもなーと思って、うん、なんとか変えようとした結果、うん、あの間違えて旅行気分でサーフィンができますって間違えたプロモーションをしてしまいました。そうですね本当にあの甘えるのはやめてください広告の、あのだからそう真面目に広告の文脈で言うといっぱい国が選べるっていうのはメリットですね、うんうん、ギリシャでしか見られないコンテンツとか、ね、あそっかそっか、イタリアでしか見られないコンテンツとかいろんなところが選べるのは魅力的ですよね、うん、はいはい、あとあれですか、またいつものように
100% オフとか。 100% オフはダメだよ。あの事前事業でやってるわけじゃないから。契約してくれた方に5000円プレゼントとかやっぱやられてる。潰れちゃうからそれやると。1顧客ごとにマイナス5000円してたらさすがに潰れちゃうから。あのめちゃくちゃ割引いてくれてまして、うん、すごかったよね前も。なんかそうです、何パーセント引きだったか覚えてます？73、うん、あ大体合ってます、 83% です。水野さんの曖昧な記憶を上回る量の割引を今回もつけてくれております。83% 引きというか 17%。 そうです、定価の 17% で提供してくれるプロモーションコードを発行してくれました。好きにしてくださいもう本当に、はい、ゆるコムですね、 YURUCOM、 いつものやつです、はい、これを概要欄のプロモーションリンクから飛んでもらって入力してもらうと 83% 引きになりますので、はい、皆さん快適に、はいはい、快適に95カ国のサーバーを使っていただけます、うん、はい。ランダムサーファーモデルはさ、うん、15% の確率で飽きてやめる、うん、だったけど、うん、サーフシャークさんは 83% の割引です。うん、あ、うまいこと言ってない全然。全然同じこと言ってない。雰囲気で騙されなかった今、うん、なんかうまそうな、うん、うまそうな雰囲気なかった今。今思いついただけでしょ、だってそれパッと。そうです、うん、そうです。なんかこれ言ったらもしかしたらうまそうに聞こえるかなと思って言ってみたんですけど、うんうん、パーセントも合ってなければやってることも違うし何もかも違う。サーフしか合ってない。あー、ちょっと騙されなかった、水野さん騙されなかったということでね、うん、はい、あの視聴者の皆さん騙されたと思いますので、はい、この勢いのまま概要欄のリンクから飛んでもらって契約してもらえると思もらえればと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。しかも2年契約した場合はさらに3ヶ月無料でついてくるという特典もあり2年間うん83% オフになるの？そう、は 年契約で2年契約して2年間で 83% 引きになって3ヶ月、しかも3ヶ月分無料がついてくる、フリーレントみたいなのがついてくるっていうことですね、うん、ということで、ね、超太っ腹になっておりますね。やっぱ何、ソフトウェアアズアサービスはやっぱすごいですね。そうですね、うん、なんでソフトウェアアズアサービスサーズのやつフルネームで言ったのかちょっと分かんないんですけど割引こんなできるんだすごいビジネスだね。そうですね、うん、そうですね。なんであのサーフシャークさんのアルゴリズムの回もいつかやりたいかもしれないですね。あ、確かにね、うん、どうなってんだろう。ちょっと資料とかないからできないかもしれないんですけど、決算資料とかね、ちょっとあの内部資料回していただいて、ね、そうですね、サーフシャークさんが社外費をめちゃくちゃ回してくれればその回もできるかもしれないので、ね、その回も皆さんお楽しみに。実現しないよそんなもん。ないことを広告案件で言い続けたらダメなんだよな。しっかり宣伝してください。ちょっとまとめに入る前に、はい、ちょっとだけ補足なんですけど、うん、今回喋ったのはあくまでの Google の始まりの論文、うん、最初期に骨子となったアイディアを喋った感じでして、現代の Google が必ずしもこれで成功を収めてるわけではない、うんうん、ということは念頭に置いていただきたいなと思って1個付け足しておきます。今の検索エンジンはそのアルゴリズムでやってるのも限らない。限らないですね。あ、そうなんですね。というか複雑化しすぎて、うん、もはやこんな感じで喋るレベルではないはずですね、うんうん、Google は何十種とか何百種、下手すると何百種みたいな指標を大量に使っていろいろなものを組み合わせて検索結果を出してきてるんで、もはやこんな感じでワンアイデアで説明できるようなものでは到底ない。相当な単純化をしてみたってことですね。そうですね、まあ、はい、だから単純化っていうか、だから最初のこの論文に書いてあったアイディアを一個取り上げてそれだけ喋ったっていう感じですね。はい、ちなみに最初の論文にももっとちゃんといろんなことが書いてありました、他のアイディア、うんうん、だから例えば近接性、かわいい猫で検索したときに、可愛いと猫が近ければ近いほど偉いよね、うん、みたいな原則もあります、ね、はいはいはい、だからつまりキュートキャットっていう文字の並びを好むし、そうそうそう、キュートドッグ&なんとかかんとか、なんとかかんとか、そういえば猫殺したいみたいな、何何何何いやっていうブログがあったとするじゃないですか。ないよ、こうえ、例え間違ったら、私猫アレルギーなんですうん、があったとするあの可愛い犬の写真あげますっていうブログ記事で、はい、犬の話延々してて、最後にそういえば私猫殺したいって言ってるね、そういえば私猫アレルギーなんですって締めくくって終わったとしたら、その記事は出てこない方がいいですよね、うん、だから可愛いと猫が近ければ近いほど出した方がいいですよねみたいな話とかもありますよね、うん、ありますよね。その可愛いものを攻撃してなくなる感情のことをキュートアグレッションって、ね、なんでしてんの。あ、これはあのチーカワが好きな知り合いが言ってました。チーカワがヒットした理由ってキュートアグレッションなんじゃないかっていう。そうか、
う話。ちいかわって、いつもみんな悲惨な目に遭ってるんで、あ、悲惨な目に遭ってプルプル泣いてるんで、あ、そうかそうか、まあ、これキュートアグレッションなんじゃないかって考察とかを聞いたんで知ってました。やば、くそ。なるほど、まあ、っていう堀本さんにも猫に対してキュートアグレッションがね浮かぶ。いや僕にはないんですよ、あの、例え失敗しただけなんで。なるほど、あの、ね、はい、アドリブでやってますから。はいはい、アドリブでやってますから。はい、まあ、とか、なんかいろんな話は あるんですけど、うん、Google のアルゴリズムを支えるものって出てくるんですが、まあ、その1個だけを切り出しましたよ、うん、っていうことはお伝えしておきたいですね、はい、で最後にまとめなんですけど、水野さん、シンギュラリティは近いって読みました？あ、読んでないですね。有名な本なのは知ってます？いや、誰が書いたんですか？レイ・カーツワイル。あ、はいはいはい、それは人工知能について喋る人として有名な、うん、45年に来るって言ってんの？その、あ、そうそうそう、はいはいはい、そうそうそう、だから、あの、シンギュラリティっていう言葉を一躍有名にした人の本。うん、もともと SF 用語なんかですよね、多分シンギュラリティは。そうだと思いますね。そうですよね、はい、まあ、得意点だよね、うん、っていう、シンギュラリティは近いっていう本書いたんですよ、このレイカーツワイルが、はい、でこれが多分もう10年ぐらい前かな、うん、にバカ売れしまして、うんうん、意識高い技術好きな人の間でバカ売れしまして、いっぱい引用 してますよね、みんなね、そのカーツワイルさん。してます、もう死ぬほど意識高いところでめちゃくちゃみんな喋ってんじゃないですかね、はいはい、2045年に技術的得意点が来るみたいな話ね、うん、これ、うん、出典はこれなんですけど、はい、これだから僕もね、ご多分に漏れず意識高い学生だったんで、買ってあまりの長さに絶望しまして。あ、長いんだ。長い、忘れちゃった、結構ある、800ページとかあるんだ、長い、めちゃめちゃ長いんですよ、はい、ありとあらゆるものが今後どうなっていくかみたいな、テクノロジーとの関わりを書いた本なんですよね、うん、で僕はおそらくですが、大学生の時に最初の方を真面目に精読して、途中からめんどくさくなって多分パラパラ読んだんだと思うんですが、はいはいはい、結果何が起こるかっていうと、前書きのことしか覚えてないんですよね、はい、前書きにいいこと書いてあったなってことだけ覚えてる、うん、そういう本ない？ありますよありますよ、大きな声が言えないですけど、前書きのこれだけ覚えてるなっていう本いっぱいあるよね岩波の文庫、岩波文庫のね歴史的名著、ね、よくありますよね、心折れますよね、最初のとこだけ覚えてるなって、はい、僕はね、このシンギュラリティは近い、前書きでめちゃくちゃいいこと書いてあって、うん、これをね引用したいんですよ今日、はい、トム・スウィフト・ジュニアっていうね、子供向けの、まあ、児童文学みたいなものがあるらしいんですよ、うん、でこれ僕は読んだことないんですけど、アメリカの子供とか結構読むらしくて、はい、このトム・スウィフト・ジュニアの本はいつも同じ構成であると、うん、子供向けのシリーズものってありがちな、毎回同じ構成で、うん、これは主人公たちがとんでもなくピンチな状況に毎回陥ると、うん、でもうどうしようもないよってなるんだけど、ある画期的なアイデアが降りてきて、こうすればいいんだって言って、それで解決する、解決ぞろりみたいな感じですね、みたいな感じですね、はいはい、っていう構成になってるらしくて、うん、っていう話をまず前書きいきなりそれするんですよ、うん、あ、うまいですね。でレイカーツワイルがその後書くんですよ、このシリーズから教わることは至って単純だ、正しいアイデアには一見すると手も足も出ないような難題を解決する力があるということだ、うん、って言って始まるんですよ、はい、今手に負えない問題死ぬほど社会あるけど、はい、それは全て正しいアイデアさえあれば解決するという前書き、エモ前書きなんですよね、うんうん、あんまり水野さんに響いてないな、なんか当たり前のこと言ってるそれはそうだよ、えこれいいこと言ってない結構、じゃあもう一回言ってみて、もう一回、正しいアイデアには、うん、一見すると手も足も出ないような難題を解決する力があるということだ、うん、だって正しいアイデアの定義がそうじゃないの、あーもう寒いわこいつ寒いこと言うわだって今見たじゃんそれを、今 Google の例でさ、うん、見たじゃん、うん、なんかページランクみたいにつけて、うん、いいページってなんだろうっていうのを決めようとして、うん、あリンク数えりゃいいんじゃないって言ったけど、でも循環参照で積んじゃうな、うん、どうしたらいいんだろうってなったじゃん、うん、でもランダムサーファー考えたらいいよねっていう正しいアイデアによって解決したっていう喜びを味わったところじゃないですか、うん、よくないこれ、逆じゃねあれどんな難題でもそれを解決する正しいアイデアきっとあるとかのがなんかグッとくるけどな、うん、個人的にはいいんじゃない、だからそう読み替えていいんじゃないですか、なるほど、あ、まあ、僕はそれでグッときてますよ、はいはいはい、正しいアイデアには一見すると手も足も出ないような難題を解決する力がある、うん、難題を解決できるんだと、うん、そういう正しいアイデアが存在するんだという前書きですよね、はいはい、そう言われたら分かります、うん、だから Google はまさにそれをやったんだなと、うん、ウェブにある何億ものページを正しくランク付けしていいものを先頭に出すと、うん、いうことを正しいアイデアで解決した、はい、正しいアイデアだな、いいなという喜びを今回味わってほしかった、うんうん、というシリーズになりまして、はい、で最後一般化というか僕の話にしますね、うん、はい、僕も最近これを痛感したんですよ、正しいアイデアが降りてきて
手も足も出ないような難題を解決した事例がつい最近ありまして、うん、はいはい、あのサーフシャークさんっていうね会社の案件を、はい、やってまして、はい、でもこれ何回かやってもう3回目なんですよ、はい、だ1回目と2回目でやって本当はねサメの夏シリーズとして続ける予定だったんですよ、はいはい、でもサメの夏会で準備してたらなんか前回と全く同じパターンになるな、うん、なんかウィキペディアの面白い記事について2個ぐらい喋ってはははって言った後実は今回広告案件ですっていやサメの夏だろサーフシャークだろそうなんですよ このコードを入れていただくと 83% 引きでなんか全く同じでちょっとリスナー飽きさせそうだなと、うん、リスナーが飽きてしまうっていう一見すると手も足も出ない難題に僕はぶち当たったんですよね、はいはい、しかしここで正しいアイデア出せよここで、はい、あれ確か Google が初期に使ったアルゴリズムってランダムサーファーだった気がするな、うん、あれサーフ入ってんじゃんっていう正しいアイデアにたどり着いたんですよ正しいアイデアでね一見すると手も足も出ない難題を解決したんですよねカーツファイルに謝ってカーツファイルが言いたかったことってこういうことですよね違う正しいアイデアで難題を解決するまさに今回僕がやったことだな思いましたね結果はもう再生回数とか高評価とかそれから ね、 あのねサーフシャークさん担当者さんの声で全て決まるわけ、うん、決まりますね僕は一言も申し挟む余地はないですけれども、はい、あともう一個ありまして、はい、つい最近手も足も出ない難題を正しいアイデアで解決した事例がもう一個あったんですね、うんはい、それがこの Google の論文読んでる時にさ数式がね一箇所出てくる箇所があるんですよはい D カッコ1引くなんとか、はい、プラスカッコ T1 分の C1 プラスなんちゃらかんちゃら点点点点っていうね、はい、級数無限級数みたいなやつの、ねうんうん、数式が出てきたりしてんこれどういうことかなってちょっと思ったんですよねはいはい、はいだからまあ分かんないなと一見すると手も足も出ないような難題にぶち当たったわけですよね、うん、これどういうことかなこの数式はって思ったんですけど、はい、思ったんですけどねこの論文の次の説、うん、これ多分 2.1.1 とかで数式が出てきてたんですけど、はい、2.1.2 とかで直感的な理解みたいな章がありまして、はい、なんかインテューイッショナルインテューイッションジャスティフィケーションみたいなはい、はい、とこがあってあこれ読めば直感的に理解できるんだなっていうとこをすぐ後の説で見つけたんで、うんはい、そこ読んで、大体わかりました、はい、ここ読めばいいじゃんっていう正しいアイデアによって一見すると手も足も出ない難題を解決した事例です、はいはいはい、あの自己正当化ですそれはあこれ直感的な理解でねいけるぜっていう、うん、いい正しいアイデアで正しいアイデア難題を解決した事例じゃない、はい、難題も解決できてないですし別に違うかこれ、うん、違うか完璧に正しいアイデアで難題解決した僕もでもそれで言うとあの、はい、ベースがわからないっていう難題があったんですけどはいはい、はい、なんとなくで喋るっていう正しいアイデアでいけました、はい、あじゃあやっぱ同じことやってますねそうですねはい Google の論文と我々は同じことを常にやっているとよくわかんないベースについて語るっていうアルゴリズムを僕が開発しました独自にひどいなひどいな今日さっきまで僕が広告関係でふざけて水野さんが止めるっていう役割だったのに、はい、2人ともふざけ始めちゃったからもう2人ともねあの結構後ろめたいことがあるんで自己正当化に使えると思ったら全部飛びつきますねそうですね、はい、なんであの、まあ、これが正しいアイデアかどうかにはちょっと諸説あるんですけど、はい、諸説あるんですけどまあ、 あのそういうことを思ったと、うん、正しいアイデアで難題を解決するのって素敵だよね、うん、ということを、まあ、この Google のアルゴリズムからも感じられますし最後に参考文献で紹介しておくと途中でも言ったんですけど世界を変えた Q のアルゴリズム、うん、これなんかはその喜びが9個分しっかり詰まった、はい、めちゃくちゃ面白い本になってますんでうん、うん、こちらを読んでもらえるとすごくいいと思います、はいはい、難題を解決する正しいアイデアだって多分9回連続でなると思います、はいはい、僕の方からも一応参考文献の人は年金っていうね文化新進書から出てる中川先生の年金の本と、はいはい、あと異端の統計学ベイズこれを参考に今回話してお前読んでないだろ異端の統計学ベイズ裏しか読んでないやつが喋ることじゃないのよそれこれおすすめです面白いのおすすめです、はい、大丈夫かなその本なんか面白いんだけど長いっていう噂で、ね、僕挑戦できないんだよ、ね、400ページぐらいあります長いです長いですなんか結構長くて読むの大変っていう噂を聞いてるから進めていいのかなって思ったんですけど今水野さんは読んでないのに進めるという正しいアイデアでそうですあの 手も足も出ないような難題を今解決したということです、ね、そうです素晴らしい読んだ人はコメント欄で感想を教えてください読んだ方がいいですよっていう方なのかそうですね、うん、教えていただくあそうですねだから400ページぐらいある本を読むという難題をコメント欄に投げるという正しいアイデアで今解決してもうそいつはレイの話はいいですもうというわけで
こんな感じで、正しいアイデアないし誤ったアイデアで運営を続けていきます、ゆるコンピューター科学ラジオ、はい、それなりに面白くそれなりに正確に、うん、なるようにで精一杯ふざけつつ頑張っていきたいと思いますんで、はい、バランスを取っていきたいと思いますので、何卒皆さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントなどいただけると幸いでございます。はい、以上今回もお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。